BGM ももう早くも変わりましたね。これで入れるようになっているのだろうか。阿部の晴れ立つ入り口前、いけるか。お、お待ちかね。もう待ってて、出待ち勢がいるね。各ボス勢だ。これね、ゾウさんが結構強いんだよな。ゾウさん、ゾウさんが。サイヨ、サイ、サイヨ、サイヨ。行くぜ。容赦しないぜ。俺はこのエアキラに用があるんだ。こ、いや、もう、すぐ麻痺させるなってば。やめて。俺を止めてくれるなよ。お前らごときが止めてくれるなよ。言うて。やい、やい、このエアキラよ。敵はこっち目に来てやったぜ。このなんかあっさり入れちゃったね。うん、静かなもんだ。もう首覚悟決めてんのかい。のはいつもこうなのか。そんなことはなかったと思うけど。なるほど、寝待ち勢がいないのか。嫌な予感。こういう時は大抵大抵ジャングル。なんだこの光は。綺麗だけど何かの仕掛け。どう見てもヤバそう。これは一体強制転移を実行します。転移だと。そんなワープ技できんの。そんなのありだったらもう俺たちとっくに死んどるわ。いや、あ、待て。下手に光の囲いからはみ出た。その境界線お前やつ。ちぎれる？ちぎれちゃうぞ。そう、バラバラになっちゃうぞ。自称の地平面が。お？強制的にどこかへワープさせられたか。一体ここは。用事ある。ワープ用意した。ワープ用意とかつうか牢屋の中か。最近俺ら捕まってばっかじゃねえ。よう捕まっちゃうんね。早くここから出ないと、うん、まあ焦るな。1年前からずっとそうだね。こういう時は周りをよく見ることから始めんだよ。お、周りとは。向かいの牢、扉が開いてるわ。あそこまで行く方法はないかしら。ダクト、これでダクトとかだったら笑うけどな、さすがに。あ、宝箱かい。ダクトあるんじゃねえか。ダクトあっちゃねえかよ。よいしょ。ダイハードよろしく。しっかり今回も使わせていただきますよ、通気口。ああ便利な通気口。そしてここに宝ブーコーがあるわけだ。はい、ブーコー。曖昧なリストファイル。曖昧な、誰の名前が。この絵の名前でも書いてんのかい。あれ、何なんだろう。よし、そしたらこれが外にそのまま繋がってんの。これダクト その牢獄とかさ、そういう場所を作るんだったら、そういう部屋をさ、監禁場所を作るんだったら、この辺の密閉空間を、密室空間をちゃんとケアした方がいいですよ、あんたたち。センスないですよ。おらー。まあここで死ぬから、ここで崩壊するから意味ないんだけどね。かかってきなさい君たちは。どうしようかね。何でリオリしてくれようかな。うん、無道しかないんだよな。映画的な技がないのがなんともスッチーなところ。逆に行くか。ほい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 、行くぜ、決めてやるぜ。ほい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 、爆殺滅体人。いいでしょう、何でもいいでしょう。ジオダイン、それはまずい。ジオダインの麻痺率の高さ、そして俺の致死率の高さ。ちょい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 。マハガルーラはいいけども、走行に出てとっちめて。そんなことよりも俺の体力がもう終わり。おじゃんですよ、私の体力がもうおじゃんだ。誰か助けてくれ。よし、ジオ、ほら、これで終わったね。進ませてもらおう。脱獄簡単すぎるぞ。これもやつのやり方なのか、わざとなのか、この世はこれも想定していたというのか。多くない、ちょっと。じゃあさっきの罠、こいつらの仕業。こいつらが発動させたのか。愛者、愛者、ガネーシャ。とりあえずそしたら電光石火である程度決めさせて、ここでズダーン。でもってこっからワンショットキル、総攻撃だ。でもってサディスファイ、あと一つ。雑魚的だけ残ってる。
たわいもなし。ちょっとじゃあ回復させてもらって、はいと。このエレベーターで上へ行けそうだけど、ロックさこっちか、セキュリティールームか。ダクトを抜けてきた先に、あーしかもこれは360度攻撃されるから、守るのがいつもより大変なんで、端っこじゃない。まあいいだろう、ここでしっかり陣を引いて戦いたいところだね。ハッキング、ガネーシャおんのかい。ガネーシャはいかんね。ガネーシャ相手にはマハジオンが、でもってレップは、さあ勇者完璧だ。いやどんなもんじゃい、こんなもんじゃい。さあここでハッキング完了した、あそこの扉が開くってわか。ヒートライザー、攻撃防御力クリティカル全部全部。デビスマもいらんか。いやヒステリミン、いやもう一応一応さっきみたいになんだ私にやらせてで総攻撃になるきっかけになりえるからね。一回休みたいんだけどね、死にそうなの。もう SP さんが足りないぜ、俺にはもう SP がない。身も心も回答さ。そうは問屋が下ろしませんってさ。そーら、おいでなすった。来たか、エレベーターでの戦いだ。帰れ、もうあれしかないよ、物理技しか使えないよ。何もできない、死ぬぜこのまま。と俺は助けてくれないか、到着したか。ならいいとしよう、よくないけどな。ここは屋上かな。お次は何が来る。ストップ、バズーカさんか。ヒーローは消し済みにできるのかい。君ごときに僕のことができるのかい。してみてよ。またお前かい、スレッジハンマーさんかい。アンヨの雷帝、アンヨが上手、アンヨが通る、アンヨが上手のとこ上手。ショータイムで終わりだ、見せてくれジョーカー。ふっ、お国主だー。決まった。お次は何だい。いいね、いいですね。エレベーターだな、エレベーター。おお、いいね。まだ登んのかよ。ダイハードでこんなシーンあった。なんとかと煙は高いところが好きってな。おバカちゃん、ストゥーピッドね、ストゥーピッドメンだろう。なら行くしかない。よっしゃ、煙のごとくもくもくと上がっていこうぜ、この絵のもとへ。シュシュッと回答。ようやくこれでラッシュは終わったかな。鳥かごか、やっぱここにもあるのかよ。でかい鳥かごですね。それが今までのジェイルの仕組みだからな。何、そうなのか。だがなぜこの絵にまで鳥かごがある。この絵すらもかごの中の鳥、そういうことなのか。わからねえ。だがわかんねえか。ジェイルを作ったのはこの絵自身のはず、うん、この絵にそれをジェイルを作る能力を与えた上位種がまた幼年期の終わりのごとく出てくるんでしょうな。終わりにのごとく上位存在が、人間を観察している存在が、それを人は神と呼ぶのだろうか。ちょっとかぶってたね今ね、旦那さんと。ジェイルを作り出すためにはそうする必要があるのかもしれない。なるほど。それってこの絵にもトラウマがあるってこと？人のトラウマを利用した、これはもしかしたら大博士フロイト大先生の作り出したものなのか。フロイト大先生こそ大の黒幕、ビッグシャドウフロイトが出てくるかもしれないね。デルフェゴールみたいな感じで。そうだ、鳥かごに触れれば鍵のありかのヒントが得られる。何？あーなるほど、ウルフ頼む。おっさん、俺たちこの作戦には危険が伴う。若き我々にはまだ将来がある。もちろんガナにもな。この中で一番寿命が残り短いのはおそらく弱い40になろうとしている善吉氏だろう。頼む、そんな理由でか。頑張って、すぐ話しちゃダメだよ。泣くなよ、おっさん。おっさん、
ぽよん。超えたな、さすが狼。天をこれがウルフか。このことか。美しくさえあるな。ウルフタルや。ウルフタル。あれすげえ言ってんだからな。静かに。聞こえてきたわ。ロックキーパーのお出ましか。虐待？待って、SP ないよ。何をバカな。ああ、うちは動物を飼ってますから。その声じゃありませんか。なあ、アキラ。誰だこの声。アキラの相方。なさそうだけど。でもアキラってこの絵社長の下の名前？そうみたいですね。ですがこの絵さん、あなたが息子さんに暴力を振るっているという通報がありました。なるほど。D.V. ドメスティックバイオレンス的な疑いが虐待？傷があるようですが。あれ。転んだんですよ。あ、これがアキラか。もういいでしょう。帰ってください。やってるな、アキラ。このクソガキが余計な手間をかけさせやがって。お前は俺の言うことを聞いていればいいんだ。大社長とは思えないな。あ、すごい殴る蹴るの暴行ひどすぎるな、こいつ。こいつは許せませんね、怪盗としても人としてもね。何だったんだ今のは。この絵の過去、やつの抱えるトラウマが再現された声だ。あ、虐待されて、虐待されてたのが、そうか、トラウマだもんね。お父さんに声かまんまはアキラだったけどね。トラウマ？子供の頃の幼年期の記憶。よくやったぞウルフ。俺はお前の犬かだ。そういうのは先に言っとけよ。シベリアンハスキーと呼ぼう。聞かれなかったから。どこかで聞いたことのある言葉だ。おめえだっつの。ん？それより虐待だね。動物がとも言ってたよね。この絵アキラは父親からそういうことになりますね。その腹いせとか、その反骨心から今これを、このひでえ話だけど、今まで自分を虐げてきた上の存在を、まあ、そう、大人というか社会、大人ひいてはその大人を取り巻く社会、それを自分の支配下にしよう、逆転構造を作ろうという、そうだ、そういう狙いか。過去は過去だ。過去は過去。パストはパスト。お前が戒心を使い人々を操る危険な存在であることは間違いない。うむ。ええ、私たちが止めないと。そうだな。虐待がトラウマだとして、奴は何のためにこの計画を。計画を。直接聞くしかねえだろう。あいつんとこ。その前にちょっといいか。ちょっと SP がなくなってきちゃった。そうだな。スカル。まずは鳥籠の鍵だ。現実に戻って。よし。声の場所を突き止める。トラウマポイント。ってことはこの絵の、この絵アキラの実家に行くとかそういうことになってくるのか。ジョーカー。はいはい。久しぶりだね。ソフィーさんとのこの冊子の。自分の親からひどい扱いをされていたのか。そうらしい。善吉と茜も仲は悪かったが、そんなことはしてなかった。うん。なぜこの絵はそんな目にあった。家族なんだろう。家族。そう、その理由は、理由はいろいろあるが、その親の心がそうさせたのさ。ちょっとよくわかんない。つまり何を言っている。そういう人間もいるのか。優秀な AI で助かるよ、ソフィーさん。ジョーカーは家族を大切にしたいと思う。それはもちろん。あまり考えたことがないな。すごいひょうひょうとしてる。ミステリーアスアスな、ミステリーアスアスな主人公としてはベストな回答だな。俺はそんなことはあまり考えたことはない。何分家族なんていたことがないもんだ。生まれた時からはいい。当然のことなんだな。そうなんです。私は家族や仲間ができたら、すまないな、一人語りが過ぎたようだ。私はそれを怪盗団を見て学んだ。うん。この絵はどんな気持ちでいたんだろうな。この絵の気持ち。おい、二人ともそろそろ行くぜ。ごめん。ソフィー、それが同情だよ。ジョーカー、同情しようという気持ちだよ。最後。ちゅうわけで、戻ってきましたよと、我が怪盗団。一度現実、ワイワイしてらすと。聞こえた声の内容からして、現場がこの絵の実家なのは間違いない。そうはどうやって突き止める。実家の場所は善吉が調べに行ってくれてる。あ、そうなんだ。今までのケースから考えると、そこにも万人はいるはずだ。万全の準備をして、アジトで善吉と合流しようぜ。ちゅうわけでもう、いきなり合流できるわけだ。何してんだろう。この夏はマディス社のインタ、前も聞いたわその会話。
いいよマルチみたいな、マジシャンはマルチみたいなもんだぞ、気をつけな。というわけで一旦ここでセーブして次回続きお楽しみに。いざロックキーパーぶっち壊し、彼のトラウマを克服し、アドラー的にこの絵アキラをぶっ倒す。それでは次回ほはひしばひょう See you next time.